こんにちは福井教育支援サークルの吉田ですま、えー、もなく9月授業が始まると思いますさあそこで心がけてほしいこといろいろ考えてみましたあえて一つ言うなら授業の終了時刻を守ることこれを意識するだけでだいぶ変わってくると思います今日はこのことについてお話をします授業の終了時刻を守るとまず子どもたちに喜ばれます えー、子どもたちと話をしたり、指導する時間も生まれてきます、えー、隙間時間に仕事もできます、こんなにいいこといっぱいなのに、えー、私がこれまで見た限りにおいては、この授業の終了時刻って、なかなか守れていないんですね。どうしてか、授業の遅れが心配になるからですね。 えー、それでは授業が遅れないようにするためにはどうすればいいかということなんですけれども、これは授業内容を精選するしかないです。えーね、授業内容の精選というのはもう私たちが若かった頃からずっと言われてきたことなんですけれども、なかなか難しいんですよね。 えー、そこで、ですね、えー、今回はそれをどうするのかということをちょっと具体的にお話ししようと思うんですが、まず、教材研究って、これはもうベースになりますからね、必ず必要ですね。その後ね、えー、意外にスポットライトを浴びてない部分があるんです。というのは、授業中における教師の言動です。これ、研究授業でもあまりそういったことが対象にならないんですねでもね。 ここを改めていかないと授業にリズムにテンポというのは生まれてきません。えーね、授業の名人って言われるような先生は非常に、ね、授業のテンポがいいですなんか。授業にリズム感があるんです。これは教師の言動に無駄がないからですよね。例えば一番気をつけてほしいのは教師のおしゃべりを減らすということです。導入はいりません。 授業の冒頭でね、昨日はどこまでやったっけ、えー、なんていうことでね、子供にわざわざ指名して発言させるような先生がいます。これは全くいらないと思いますね。今、手元に算数のね、教科書あるんですけども、えー、教科書107ページ、四角の1をやります。はい、107ページと書いて四角の1とノートに書きなさいと。こう、作業指示を与えて子供たちの周りを回れば、 子供たちは一つの作業をすることによって集中力、生まれてきます、えー。教師のお話よりもよっぽどそちらの方がいいです。しかも参加しているかどうか、先生、自分の目で見ることができるわけですよね。まず導入をやめる。次にですね、目当てを書く時間は無駄です。もう無駄ですとはっきり言い切ってしまいます。例えば今持っている算数の教科書、目当て10の位が引けない筆算の仕方を考えようって書いてあります。 えーね、これ書いてなくてもね、えー、10の位が引けない筆算の仕方をやってるって子供たちはわかると思います。でもどうしても意識させたいんなら、これ読めばいいじゃないですか。先生が読んでもいいし、子供たちに読ませてもいいと、えー。これ書かせるだけでかなりね、時間って無駄になると思います。次に、子供の発言は復唱しない。 これは意外に意識されてない先生方多いんですね。えー、子ども何か言うたんびにそれを同じようにして教師がもう一度言い返すんですね。えー、これは無駄ですね。そして子どもたちの発言力が伸びません。だっていちいち1回1回先生がフォローしてくれるわけですから、やっぱりフォローしない発言を聞いている側の子どもたちも聞く、そして言う側も意識させるということが大事ですので。 特別,なをね、特別な場合を除けば教師の発言は復唱しない。これは私自身振り返ってこういうことを言われて、ね、直すのにずいぶん時間がかかりました。意識しないとなかなかできません。えー、次にです、ね、振り返るというのはほとんど必要ありません。例えば今言う、ね、10の位が引けない筆算の仕方を考えましょうの後に振り返りの文章を書く必要ありますかね練習問題をさせて。 どれぐらいできるかって見れば定着率分かりますそれから取り組み方見ればどれだけ意欲を持ってるかって先生の目から見て一発で分かりますよねね最後に、ね、今日はみんな頑張ってね。 全員合格素晴らしいとかっていうような評価の答えを言葉をかければそれだけで済むわけですよね。えーまあ、ただね、道徳のような、ね、もちろん道徳のような教科だと振り返るのが必要な場合が多いと思いますがすべての、ね、教科で振り返るを欠かすってことは、ね、ほとんど必要ないと思います。最後に説明の言葉を受けず、これが実は一番難しいですね、えー。どうしてもね、教師って長い説明してしまうんですね。えーね 具体的に一つ言うと、例えば理科の実験の注意なんていうのは、5項目、6項目書いてありますね。これを全部ね、読んだり解説したりする授業を見るんですけども、やっぱりね、途中から子どもたちって聞かなくなります。聞けなくなるんですよね。えー、そういうふうにどうしても必要説明が必要になんなら、これ、教科書に書いてあるような説明を子どもに読ませるといいんです。 子供たちに声を揃えて読ませていけば、読んでるか読んでないか見れば一発で分かります。その上で重要なキーワードぐらいを板書すると、このような努力を続けていくと、教師の説明の言葉がだんだん削れていきます。そして次に、ですね板書の問題ですね。これ何度も指摘してるんですけども、子供の発言を大切にするというので書くのはいいんですけども、1人書くと、例えば10人示したら10個書かなければいけなくなる。 これは授業にとって多くの時間がロスされる一番の原因だと思います。子どもたち10人指名するなら全部聞いてどうしても重要だということを今日はね誰々君の意見をちょっと中心に考えてみようというふうにしてやれば1個書くだけで済むわけですね。これによってより多くの子どもたちの発言を聞くことができます。そして挙手指名を減らすと。 これはい、はいって言わせるだけ私は無駄だと思いますし、たくさんの子供が手を挙げた時に誰を指名しようかなって先生が迷う時間も無駄です。列で指名していけば全くそんな必要はありません。じゃあ次の人、はい、じゃあ次どうとこのようにして、えー、当てていけば子供たちにも自分が指名されるっていう心づもりもできてくるわけですから、えー、列指名をね、対応して、 そして、意見が途切れたところあるいいいいいはタイミングを見計らっっててて挙手指名に持っていくといいと思いますそしてこうやって生み出した時間を子どもたちの活動に充てればいいわけですね。えー、授業の終了時刻を守るというのは単に教師の心がけではなくてそういう枠を自分の授業に当てはめることによって無駄な部分を省いていくことができます。そして、無駄を省いていけば授業にリズムとテンポが生まれてきます。 夏休み間もなく終わって授業が始まりますまずね、えー、心がけてほしいのは授業の終了時刻を守るそしてそれをずっと続けるということです、えー、ぜひ、ねえー、挑戦していただきたいなというふうに思いますはい、ご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです